ブルールともチャンネルともちゃんママです。いつもご覧いただきありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。今日は1月1日元旦です。毎年恒例うちでは元旦と2日にディズニーに来るっていうなんか恒例イベントがありまして、今日は息子と2人 C に来ました。久々、嬉しいけどなんか新しいの乗れないっていうのがいきなりちょっとがっかりな、でも楽しんでいきたいと思います。一番最初、多分25分ぐらいで乗れるので川寺行きます。結局乗れなかったのです。今さまよい中。でもいいね、綺麗ですね。でめっちゃね富士山が見えるんだよ今日。すげえ天気。何気にさ、ファストパスがないと乗れないとか多いよね。結構不便。早くコロナが終わってほしいです。並ぶ権利を得てきました。タワーオブテラー乗ってきます。
ですね。なんか彼氏と来たいね。息子だよ息子。食べます。ママもさ、なんかね、クオリティが高いよね、本当に。でも呼んだ？やめなさい。というわけで、日もとっぷり暮れ、もうあと30分で閉園です。疲れました。でもあんまり乗れなかったので、なんかちょっとコツを得たから、次回はまた1月8日に来るつもりなんで、次回頑張ります。今日もご覧いただきありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。また明日も大変だと思いますが、明日も頑張ってください。少し早いんですが、おやすみなさい。また次回に。